こんにちは、モーリーです。このチャンネルではこれから始まる地球水瓶座時代をシンプルに心豊かに生きていくためのアイデアや情報をシェアしていきたいと思います。今日はこれからの働き方とギフトエコノミーという考え方についてお話ししていきたいと思います。はい、今回は頑張ってスライドを作ってみました。ギフトエコノミーという言葉を聞いたことはあるでしょうか。ギフトエコノミーというのは、見返りを求めず与えることを優先する経済、交換ではなく循環、昔ペイフォワードという映画があったんですけれども、そういった考え方ですね。次の人に順送りしていくような。また最近ギフトエコノミー、ギフトシェアということを実践している場で聞いたことなんですけど、ギフトっていうのは贈り物っていうだけではなくて、その人それぞれが持って生まれた才能、資質っていう意味合いもあるそうです。なのでその人それぞれの才能、資質を循環させていく経済の在り方のことです。その世界観を表された物語っていうのが、お金のいらない国だと私は感じたんですけども、この物語に出てくる国にはお金そのものがないので、お金という概念がないんですね。で、そこに住んでいる人たちはやりたいことをすることで社会に貢献しているというものです。とても面白いので、また機会があれば読んでみてください。私は去年の9月に熊本県の三住エコビレッジというところを訪れた際に本棚に見つけたんですけれども、その本自体もどなたかが寄贈されたという、本当にそのシステムで回っているうちの一部というものでした。なんかこの本を読み終えた時に、とてもこんな世界が実現したらいいなとワクワクしました。一方、仕事、職業についてこれまでの常識というとこんな感じですよね。生きていくためには働かなくてはいけない、安定した収入を得るために仕事に就く、より豊かな暮らしをするためにいい職に就く必要がある、あといい職に就くためには教育を受けたり勉強しないといけない、こんな常識があると思います。これらの常識はもう当たり前に刷り込まれすぎて、疑うことすらしなくなってきたというか、最近ではさらに生産性の向上が大切だと教えられてきたり、生産性っていうのは数値で表すと GDP であったりするんですけれども、その GDP の数値が高いことが幸せにつながるんだよっていうことであったりとか、お金を稼げない人は価値が低いっていう風な価値観が生まれてたりします。その価値観でいうと、かなりダメ人間な部類に入る私の職歴なんですけども、ここにその一部を記してみました。前回ちょっと私の自己紹介をしますと言ったことがここにあたります。大学を卒業して初めて職に就いたのがゴルフ場のキャディです。あとは純不動なんですけれども、旅館の仲居さんをしたり、お花屋さんのアルバイトをしたり、また派遣社員、派遣の事務員というのはいろいろやったんですけども、特に東京にいた時にはもうあらゆる仕事をさせてもらって、なんだかあの派遣の品格というドラマの大前春子さんのようなぐらいの、もう3ヶ月で更新してといったような感じでした。あとカフェの店員もやらせていただいたり、今もやっているセラピストの仕事と、露店販売というのはいわゆる敵屋さんですね、と最近までやってた農業とか、あとここには書いてないですけども、ちょっと変わったところでは六本木ヒルズの工事現場にもいました。全部で言うとアルバイトも含めると50、60では聞かないと思います。でも先ほども言ったように、これからの仕事の形というのは、その人それぞれが持って生まれた才能や資質を生かして地域社会に貢献していくという心地よい循環を生む
というものになっていくでしょうから、いろんな特技があるというのはいいことだと思います。こうした循環型の経済になっていくのは今すぐではないと思うので、最初は物々交換的な経済っていうのからスタートしていくと思うので、自分ができること、また欲しいもの、して欲しいものっていうのを書き出しておくと便利だと思います。これを弟子リストと言ったりするんですけれども、私はあまりこう弟子リストという響きがそんなに好きではないので、マイギフト、マイウォントリストということにしました。次に書き出してみます。私のマイギフトリストがこんな感じですね。リフレクソロジーやオイルトリートメント、エネルギーセラピーといった癒しのメニューの提供であったりとか、お料理をすることと、掃除整頓、畑作業や草刈り、車の運転も結構長距離であっても苦にならない方です。このマイギフトリストを作るときに大事なことは、私が喜んでできることだと思います。何かできることであっても、いやいややるようなことであっては、ギフトエコノミーっていう風なことにはならないと思います。はい、こちらが私のマイウォントリストです。ものだけではなくて、その都度都度受けたいサービスとかが自分の提供するものの代わりに受けることができたらいいなと思います。また今日思ったんですけれども、新しい経験をしたり知識を得たりという欲求も結構私の中にはあるなと感じました。はい、では最後にちょっと YouTube チャンネルをご紹介したいんですけれども、田淵川合さん、手相鑑定士の最高の未来を思い出す手相チャンネル。このチャンネルでは手相だけじゃなくて、占星術とか九星気学とか、すごくいろんな情報を分かりやすくまとめて伝えてくれているんですけども、この最近の5月14日水亀座下限の月の回の終わりの方で、すごくこのギフトエコノミーと関連してくることをおっしゃってました。20分5秒ぐらいのとこからなんですけども、資本主義が終わってというところで、仕事っていう考え方ですね、日本人にとって仕事っていうのはもともと神様に使えることだったんですよっていうことをおっしゃってて、23分40秒ぐらいのとこからなんですけど、未知なる新しい仕組みを自分たちで作っていきましょうって言ってるんですね。それがまさにギフトエコノミーだなっていうふうに感じました。はい、それでは今日はこんなところです。最後までご視聴いただきありがとうございました。